全ては悪魔のせいなんです。その通りです。人間にしては物分かりがいいですね。では早速、私に光大様が思いを寄せる人をお教えください。今は？ということは、かつてはいたということですね。それは確かに脈はなさそうですね。ダメだったと、それで諦めたと。ヘタレ人間ですか。しょうがないですね。これからのためにも一つドキドキモードを試しておきましょう。ヘタレが宝大様を助けてくれる神聖なる妙技です。おっと、ちょうどいい具合に女の子が告白に来ましたよ。試しに昇天させてみましょう。つべこべ言わずにやっちゃいますよ。ドキドキフィールド展開。ちょっとじわじわしすぎ。
愛直伝の天使の御業、愛の奇跡です。どやさあ、宝大様、あなたと結ばれるべき運命の相手を探しましょう。運命の相手とは何かビビッとくるものがあるはずです。運命の相手かそうでないか、エリート天使の私が見極めて差し上げます。見習いでもエリートはエリートなんです。では宝大様、くれぐれも女の子の告白は受けないように気をつけてください。もし精神力がなくなれば、告白された女の子と結ばれてしまうことになってしまいます。なんといっても、あなたの恋路は本日限りのワンチャンス、最終売れ残りセールです。その場の勢いに流されて好きでもない方と結ばれてしまうと後が大変ですよ。
ご安心を。私の姿は宝台様にしか見えないようになっておりますので。まあそのようなものです。分かったなら運命の相手を求めて宝台をうろつきましょう。今さら何を言っていますか。女の子を昇天させて回るのですから、やることは不審者そのものですよ。納得していただけたようですね。それでは出発です。